はい、今日も皆さんと一緒に日本の社会を考えてまいりましょう東京都議会議員の川本慎一郎ですこの動画は3月31日午後3時に撮影をしていますけれども今日はもう年度末です あったと思います明日4月1日から新年度を迎えるにあたりまして、まあ、いろんなことを僕も整理しておこうと思って今日朝ね少しいつもは早い時間から動いてるんですけど時間があったんで久々に羽鳥慎一モーニングショーを見たんですよテレビ朝日ね、まあ、私の視聴者の皆さん方からはいつもお叱りの言葉をいただいてますけれどもで見たら あの昭和の言葉とか、ね、昔の言葉、砂嵐、テレビの砂嵐、ザーって出てるのを、ねあの、今の人たちは知らないよとか、なんかほのものとした話題だったんですね。砂嵐はお相撲さんの話題かみたいな、それ、お砂嵐ですよ、みたいな話だったんですけど、であこういう感じでモーニングショー、今日やるんだと思って、私は見てたんですよ。厚労省の二十三人の銀座の宴会、どうかなと思ってたら、まあまあ、や,っぱりやったわけですね。でそこに、まあ、玉川さんの発言や、岡田春江さんの発言があって。 これはねいいかかがなものとと思いますよとコロナの女王と呼ばれてこの1年間以上ですよね1年以上ですよコロナの専門家としてテレビに出てきた人の発言としてあなたはどういう立場でそしてどういうことを求められてテレビに出ているのかテレビに出しているのかということを政策側も含めてみんな考えなきゃいけないんじゃないかなというコメントを今日は 皆さん方とと考えたいい思ってて話をしていきますぜひ最後までお付き合いいただきましてぜひ下記に皆さん方のコメントお待ちします皆様から頂い,いたコメント全て目を通した上で次の配信制作的につなげてまいりますのでまあのできればチャンネル登録もしていただきたいと思いますけれどもで私はそう思ってたらちょうど「スポーツ報知」がですね3月31日9時6分の配信になってますけれどもこう記事出してました。 加工大学の岡田春江教授がテレビ朝日経営「羽鳥慎一モーニングショー」にスタジオを生出演したとで、まあ、この番組で厚生労働省のことを取り上げたということを書いてありまして私がですね一番何だろうと思ったコメントはこれこの記事の最後にも書いてあるんですけど岡田氏は今回の問題に仮に宴会でコロナ感染症者が出た場合一番困るのは官僚に移ると。 大抵国会議員にレクに上がるので長田町に移るんですねそれから課長レベルだと大臣レベルに合う可能性がありますから大臣に移す可能性があるんですですから危機管理として問題だったなと非常に残念なケースと指摘していたということなんですよ。いいですか23人のこの職員たち厚生労働省労健局幹部の皆さん方が銀座で 時間短縮要請期間のその時間短縮の枠を超えてこの深夜の時間に宴会をしていたことはその官僚から政治家に移って永田町に蔓延して大臣に移って首相に移るからみんな怒ってるんですかそれが問題なんですかそれは危機管理なんですかってことを言いたいですよ。確かに巡り巡ってそうかもしれないけど感染症の専門家コロナの女王と呼ばれたりコロナの,感染コロナのね専門家と言われてる岡田さんがこんなことをね 公共の電波を使ってお話をされるなんていうことに私は,私は違和感があるやはり今問題なのは時間短縮要請をしてる緊急事態宣言がいつ来るかわからない第4波近づいてると言われてる時にルールを決めている側行政だったり、まあ、今回だったら知事やね西村大臣中心になって緊急事態宣言を作りそしてその後のね措置もやってきたわけですよ。ルールーを作っているる側にいる人が 多くの皆さん方に自粛のお願いをしそしてお店側には時短要請のお願いをしている時に宴会をしたということがまさにその行動そのものが危機管理上問題だどういうふうに国民に思われますかとあの昨日私動画を取り上げたら、まあ、息抜きだからいいじゃないそんなに怒らないでっていうコメントも頂きましたその気持ちも分かるんです私も通常だったらそんなに怒,る怒らなかったかもしれないでも町場では本当に影響できなくなってる。 9時以降例えば夜の,ねあのバーなんかで10時にオープンのお店全く開けませんと時短じゃないんですと完全休業なんですとでも家賃は払わなきゃいけませんかといって従業員首にできませんなんて話を聞いてる立場からするとルールを決めてる人たちが23人で宴会を夜やってたっていうことも含め大臣が謝ったとかだからそれでその厚生労働省っていう省内がどういうふうに思われてるのかこの人たち23人はあえてやったのかどうか分かりませんよ問題をするね問題視するために。 あえて、世の中に注目されてもそんなわけないですよね。で、そこを私はあのもっと違うね。あの専門家として、あのコロナとはどういうことなのかと。どうしたら打つるのか何か私は言ってますけど、人手が問題なんですか？どういう行動が問題なのかってことだと思うんですよ。で、これ大事なことはですね。私もこの1年間、いろんなこの病院の関係者の皆さん方だったり、話を聞いてきましたよ。 でも、今問われてるのは、やはりこう映うる映らないっていうことよりも。重症化したときの病床や医療スタッフがどこまで揃えられるかということですよね。そこが問題なんですよね。救える命を救うかってことですよね。だから、私はね、その岡田さんがずっと1年前に、あの。横浜にダ大学のプリンセス号が出てきた時とか、毎日モーニングショー出てて。あれは気をつけましょう、これを気をつけましょうと言ってたことと、今と変わらないわけですよ。その感染経路っていう意味では。 違うんですよね私たちが行政で考えていること何を仕組みとして考えているかっていったらその ICU に司さる、まあ、ものもそうですよね箱物人これをどういうふうに管理していこうかという時に私はその入り口論をやっている岡田さんよりももっとその現場を支えている現場を知っている皆さん方の声を一人でも多くの方に届けていく聞いていただくことの方が大事だと。だから放送法に基づいて 本当に公的なですね正義使命感を帯びてるテレビ朝日だとするならばこれテレビ朝日以外も岡田さん出てますけれども放送法に基づいてやるんだったらもっとねやっぱ厳密に岡田さんが専門家として出てくるんだったらじゃあこの専門家の立ち位置は何なのか何を発信していくのかっていうことを明確にすべきだと思うんですよ。こういういにですねその大臣に大移す可能性があるかららといって一歩間違えたら もう政府批判のようなね行政省批判厚生労働省の批判それから大臣の批判政治家の批判みたいになっていくようなつながっていかねないちょっと自分の専門分野から一歩確かにそ移っていくるというのは誰だって分かりますよ岡田さんに言われなくたって。ね、じゃ仮にじゃあこの23人がですよこの宴会やるために2週間前から人と会いませんでした人と会食しませんでしただから私は大丈夫でしょうと思って参加してたのかもしれませんよ。でそういうういこことも含めてなんかこう 余韻があるっというかですね想像の域で可能性でね可能性ってもう本当にすごい少ない可能性でだから問題なんだってなんか批判のための批判みたいなコメントを岡田さんがしたことに私はすっごい違和感があるわけここをやっぱり新年度ですね あの皆さん方にもいろいろとお声掛けをしながらやっぱこうね輪を広げていっていただいて別に「モーニングショー」に限りませんやはり専門家はどういう立場でコメンテーターとして出てるのかどうやって喋るのかということを考えていきたいなと思います。であともう一点玉川徹さんもあのこの番組の放送の中でですね、まあ、こんなんだったらバカらしくなって自粛なんかやめてしまえってなるのが怖いっていうあのコメントをしたんですね。 私もそういうふうなニュアンスのことは言ってますけれども馬鹿らしくなっってて怖いってまさにそこですよねでも右見て左見てみんなが同じだから同じ行動するみんながやらないんだったらほ他のことをやるみたいなそういうなんか問題じゃないと思うんですよ今の問題ってやっぱり日本人一人一人が今何をすべきか何を考えてどんな行動をすべきかっていうことを追求していくのであってああなるほどなと誰もが聞いて当たり前のようなことをね 言ってですよ。その時間を埋めていくっていうのは、私は本来の報道の使命じゃないような気がします。でも私は1年間ねあのいろんな皆さん方にもこうお力添みいただいて発信してきましたけれども、モーニングショーが数字がいいのは間違いないわけですね。じゃあその数字がいいのはハトリ新一さんがいいのか、玉川さんがいいのか、もう岡田さんがいいのかコロナがいいのか、いろんな要因があると思います。いろんな要因があったとしても数字がいいってことは間違いないわけですよ。 特ダネの小倉さんはの番組終わっちゃったわけですね。新番組スタートしました。すると。その社会的使命とか正義っていうものに基づいて。 今どんな情報を発信しそして今何を考えるかっていうことが一番「モーニングショー」に求められてると思うことだし難しい問題もっといっぱいあるんですよその中国のね国境と私たちその東京都だと沖ノ鳥島という島があってそれをどうするかとかその国土の土地のね利用規制をどうするかとかいろいろ問題あるいはまあミャ、まあ、ンマーのことに含めて例えばウイグルだとかいろんな問題ありますよね。いろんなその社会構造の中のの中日本の問題ですよ これコロナに特化したことじゃないのであの厚労省23人の銀座の問題はその行動というのは私はやはりこのルールを決めている行政側からするとありえない話だと思いますけれどもそれ以外のたくさんいろんなことのある問題をもっと分かりやすくそしてこの日本のために日本の一人一人が、まあ、自分たちが意識を持って動いていくなんか思考停止状態に、まあ、持っていくんじゃなくてみんなで頑張ろうというような雰囲気を作っていくのが本来の えー、テレビ局のあるべき姿だと思うし私もまあねあの10年前にテレ朝辞めてますけれどもいろんなその後もいろいろねいろんな各局の番組を出させていただいてますが私自身がやっぱ行く時には求められますよこういうコメントが欲しいとかこうだでもそうじゃないと私はこう思ってるからこうなんですよってしっかりやっぱみんなで言っていかないとその都度その都度実は多分あのブレてるんだと思いますよ、まあ、あの要は周りがウケるとかこれだったら数字取れるなとかって思いながらやってると。 あのなんんかででもそううだと思うんですよねいわゆるバズるとか再生回数とかって意識してたらやっぱそっちの方向だけ発信していけばいけると思います私もある人に言われましたよなんでもっとやらないんですかそれはやっぱ私が地に足をつけた上で皆さん方に信頼いただいて皆さん方から選ばれる YouTube チャンネルにしなきゃいけないと思ってるからそういうところに行けばまあなんとか盛り上がるんだろうなと思ってますけれども自分の中で抑えながらやってるわけですね。本来は私はは私これ実は YouTube 上だからもっと過激にやるべきだってもっと激しくやってもいいんだってご意見もたくさんいただいてますけれどもやはりそういう思いを僕はテレビ局の時にもそういうまあ思いでやってたからでその延長線で今やってるんですまあそれはテレビとネットは違うよと言われてるらそれまでなんですけどでもそういう意識を持った人が一人でもあの増えていくコメンテーターが増えていくことによってそして視聴者の皆さん方もいろいろとこうやってネットも見ながら考えていくことによって私は社会が変わっていくんじゃないかなと思います。年度 2021年度、まあ明日から始まっていくことになりますけれども、まあ、年度末にですね、まあ、最後に巡り巡って「モーニングショー」を取り上げました、まあ、皆さん方はどう思うでしょうか、下記にコメントをお待ちしています。